インドの教育、インドの教育として、この項目ではインドにおける教育を解説する。インドの教育は古くからの伝統を持つが、現在行われている教育は伝統的なものからかなり離れている。インドには世界でも一定の評価を得ている大学がある一方で、識字率100%を目指した初等教育の試みは長い間の試練を経験している。 貧しい子供たちを学校に継続して通わせる努力、そして人支部における教育の水準を保つ努力が継続されてきた。しかし、初等教育における国民みな教育はこれをほぼ達成しているケイララ州を除き、全員度的に見れば達成は未まだ困難な状況にある。このため、初等教育から高等教育まですべての水準の教育に政府が強力な 財政的支援を行っている。インドの学校制度は、修学前教育、プレポライマリー、初等教育、プライマリー、前期中等教育、ミドル、後期中等教育、接近デリー、ハイスクール、高等教育、ハイヤーレビルズに分けられている。修学前教育には、下級幼稚園と上級幼稚園があり、基本的な読みかけが教えられる。初等教育を受け持つ、 小学校には六歳から十一歳までの児童が通っており、第一学年から第五学年により構成される。中等教育を受け持つ中学校には十一歳から十四歳までの生徒が通い、第六学年から第八学年により構成されている。後期中等教育を受け持つ高等学校、接近デリースクール、ハイスクールは十四歳から十八歳までの生徒が 通ってておりり第第9学学年年から第12学年により構成されているインドの高等教育は、インド技術学校などの専門学校、短化大学、総合大学により、分野を特化した教育を受ける機会が与えられている。インドの学校は、以下の機関の管轄下にある、上記の管轄下にない学校として、インターナショナルスクールが挙げられる。これは、 欧米の教育課程に沿って教育を施す学校であり、主に移民の子女やインドの裕福な家庭の子女が通っている。ただし、試験はシスの定めたものにあったものが行われる。第次五可燃計画において、初等教育の普及という目標は、機械の普及、継続の普及、修学の普及という三つの重点事項に分けて計画された。機械の普及とは、 どの子供にも教育を受ける機会が与えられるようにすること、継続の普及とは子供たちが継続して、教育を受けるようにすること、就学の普及とは、教育を継続して受けて、家庭の修了で通学するようにすることである。この計画の結果、インドの人支部において、小学校及び上級小学校の設置が行われ、2000年末には、小学校が、 児童の自宅から 1km 以内にある比率が94%になり、また上級小学校が 3km 以内にある比率が84%になった。また、指定カーストや指定部族、そして女子の小学校及び上級小学校への就学が第1次5か年計画当時に比べると劇的に改善した。 1950年度に小学校へ就学する児童は310万人に過ぎなかったのに対し、1997年度には3950万人になった。また、小学校及び上級小学校の数は、1950年度には22万3000校であったのに対し、1996年度には77万5000校となった。 2002年度の6歳から14歳までの児童の就学率は82%であり、インド政府は2010年度までに100%を達成する計画である国民皆、教育戦略サーバー宿舎アブを展開中である。この他にインド政府がとっている初等教育政策には以下のようなものがある。インドの主要都市には 国民の大多数である労働者の家庭を対象とした公立の高等学校が数多く設置されている。教育はその学校が設置されている地方の言葉により行われるが、特に大都市においては英語により授業が行われる学校もある。公立の高等学校は政府から十分な助成金を得ており、また教科書やノート、その他の文房具まで支給される場合もある。 州が定める教育課程に従って教育が行われる。一方、後期中等教育を行う私立の学校も数多く存在する。この場合、州の教育課程に従う場合もあるが、何らかの国際的な資格基準にあった独自の教育課程を有するものもある。水準の高い高等学校は修了すると多くの場合、国際バカロレア資格や、 A レベルなどの国際的な修了資格も取得できる。インドにおいては人材開発省の指導により高等教育の整備が強力に促進され組織された。中央大学セントラル・ウナバーシティスと呼ばれる18の国立大学があり、その他の大学はほとんどが州立大学である。国立大学はインド政府の直接の管轄であり、資金が 比較的豊富に供給されるため他の大学よりも重視され優位を占めている。私立学校も近年果敢に高等教育に参入している。国立のインド工科大学はインド内でも最高の評価を受ける高等教育機関であり、インド国内ではマサチューセッツ工科大学やカリフォルニア工科大学に匹敵すると自負される。また、インド国立法科大学は ローズ小学生を輩出する名門であり、全インド医科大学は、インド国内で最高の医科大学と言われる。インド小科大学院やインド経営大学院なども、評価が高い。近代的な教育が行われる以前にも、インドにおいては、各地で教育が行われていた。バラモンは、紀元前1000年より前から、ベーダの学習を、文字なしに暗唱して継承し続けた。 その後発達した宗教、哲学、論理学、文学、文法学、法学、経済学、政治学、数学、天文学、医学、美術、建築などの多岐にわたる知識も基本的に師匠からで知え、因文に載せられた知識を暗唱して代々伝える形式の教育が20世紀に入っても行われ、21世紀に入った現在でもわずかながら続けられていて、 インドにおいては、近代科学の知識以外については、この形式の教育を受けた者たちの博学さは、他の追随を許さない。より大規模に行われる教育は、インドでは、仏教の少女のようなものが起源である。日本でも知られる、祇園少女は、これの一つであり、学校ではないが、家を出て知恵を求める修行者たちが集まって重視、死の教えである説法を聞きながら、 修行生活を営んだ。後には、大寺院において、学校のような組織が作られたと考えられ、現状も北インドのナーランダー寺院に学んだ学生の一人であった。ヒンドゥー教の創院は、八世紀前半のベーダアンタ、学派の大哲学者シャンカラが、初めて創設したと言われ、宗教、哲学などの知識継承の拠点となって、現代にも受け継がれている。学校のような組織は、 上記のナーランダーのほか、仏教では1203年にイスラム教徒の軍勢により破壊されたベクラマシーラ寺院があり、他に医学の研究が盛んであったタクシラー、天文学の研究が盛んであったウーチャイニー、ゲンウーチャインなどにもあったことがわかっている。十八世紀には多くの宗教の寺院、モスクなどの施設や大きな村に学校があり、インド全土に普及していたことが、 英国側の記録に残っている。読み書き、算数、進学、法学、天文学、刑事上学、倫理、医学、宗教について教育が行われていたようである。様々な階層の学童がいたことも記録されている。1813年、英領インドの初代総督、ウォーレン・ヘイスティングズは、インド人は一般に、どの国の国民よりも、 読み書きと算術の知識で上回ってると記している。19世紀には、マコーリーを中心とした大英帝国側により、近代的な教育が導入された。伝統的な教育は排除され、これ以後は衰退した。後にガンディは、伝統的なインドの教育がこの時に破壊されたと、嘆いた、と伝えられている。1947年の独立後、 教育は州の責任においてなされることとなり、中央政府は教育の技術的な統合の配慮と教育の標準の確立及び高等教育を行うこととなった。この体制は1976年に教育が州と中央政府の共同の責任のもとに行われると定められるまで続いた。1976年の憲法改正により、教育は州と 中央政府の共同の責任のもとに行われることとなった。州の教育担当機関と中央政府の人材開発省教育庁とが教育政策と教育計画を共同で作成し責任を負うことが定められた。その後1986年の NPE 法と1992年のポア法改正により21世紀に入る前に14歳。 までの義務教育と非義務教育の機会がすべての子供に与えられることが目指された。インド政府はこれを国内総生産の6%相当額を教育に当て、その半分を初等教育の整備に使うことで2000年までに実現することを公約した。1998年11月、バージ・ペイ首相は大学認定委員会、ユニバーシティ・グランツ・コミッション、 ユグックと科学、産業学術協会、カウンシルオブサイエンティフィックインダストリアルリサーチ、シエサーを設立し、知識運搬網、ビドやバエニーネットワークと称して、大学間の連携を強化する施策を実行した。基本的に点数で学生の能力を判断する、インドの教育体制だが、近年は成績に関する悩みから学生が気力を、 喪失したり自殺したりするような事例が見られることから、想像力の育成や個性の開発といった点数主義に変わる教育体制が模索されている。特に近年では、インテルやマイクロソフトなどといった大手企業からの求人が増え、教育体制が激化している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。